どのモードをプレイするのだ？スターダスト・クルセイダース。1988年、エジプトのカイロ。長い旅路の果てに、ジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが、圧倒的な悪のスタンドパワーの前に、仲間たちは次々に倒れている。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかしディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。うん、実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にハッってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロー。最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止だ。来やがれディオ。オープンだゲーム。た遅い。たすなたふなはっおーゲーバーてめえふっふっなっあぶねえぜ。遅い。これは制止時間9秒以内に型をつける。型をつけるだと？そいつはこっちのセリフだぜ、ディオ。てめえ無駄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 やろう。くそ。これがこれよ。イガさん。どんな気分だ？
お前に対する慈悲の気持ちは全くねえ。てめえをかわいそうとは全く思わねえ。しかしこのままおめえをなぶって始末するってやり方は俺自身の心に後味の良くねえものを残すぜ。その足が治癒するのに何秒かかる？3秒か4秒か。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかった気な。西部劇のガンマン風に言うと抜きな。どっちが素早いか試してみようぜ。コケに仕上がった。しかし承太郎、この土壇場に来てやはりお前は人間だ。ごく短い時の流れでしか生きない人間の考え方をする。後味の良くないものを残すとか、人生に悔いを残さないだとか、便所のネズミのクソにも匹敵するそのくだらないものの考え方が命取りや。このディオにはそれはない。あるのはシンプルなたった一つの思想だけだ。たった一つ、勝利して支配する、それだけよ。それだけが満足感よ。方法などどうでもよいのだ。どうだ、この血の目つぶしは勝った。死ね。うるてめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。華教員、イギ、アブドゥル、仲間たちの尊い犠牲を乗り越えて承太郎は宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後、必要なものは私のスタンドである。必要なものは信頼できる友である。必要なものは極罪を犯した36名以上の魂である。必要なものは14の言葉である。必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分、西経80度36分へ行き、次の新月の時を待て。それが天国の時であろう。
翔太郎、こんなところにおったか。病院から知らせがあった。ポルナレフの意識が戻ったらしい。早く行ってやろう。どうかしたのか。いや、なんでもね。見つけたぞ、スタープラチナの空城丈太郎。あのお方が始末しろとおっしゃるのも無理はない。強力無比なスタンドを操る男だが、所詮私たちのスタンドの敵ではない。フランス国営航空92便、パリ行きのお客様は18番ゲートへお急ぎください。どうしてもフランスに帰るのか、ポルナレフ。もう身内はいないんじゃろう。よかったらわしの家のあるニューヨークに来ないか。ジョースターさん、身内はいなくてもフランスは俺の祖国なんです。故郷には思い出がある。どこへ行っても必ず帰ってしまうとこなんです。何かあったら呼んでください。世界中どこでもすっ飛んで駆けつけますよ。寂しくなるな。辛いことがたくさんあったが、みんながいたからこの旅は楽しかった。そうだな、楽しかった。心から。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、間抜け面。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。アバよ。いた、見つけた。あ、うん。なるほどな、なんか笑っちまうぜ、そのガタイの良さ。二人ともジョースターさんの子孫ってすぐにわかるぜ。ジジイの知り合いか。いや、知らん。確かにわしはジョースターじゃが、あんたはどなたかな。おっと失礼、俺の名はジョースターさん、ジョータロー。ポルナレフ、どうしたんじゃ、その怪我は。何が起きてるのか、わからねえが、ちくしょう。敵だ、敵がいるぞ。どういうことじゃ。敵だと言ってるだろうが、気をつけろ、襲ってくるぞ。マジシャンズレッド。アブドゥル、イギー、お前たちは死んだはず。これは一体。
状況がよく飲み込めんが、ここで戦うことはできん。無関係の人間を大勢巻き込むことになる。なんてこった、奴らもう追いついてきやがったのか。こうしちゃやれねえ、急がなくちゃよ。やれやれ、ポルナルフ、どういうことだ。何が起きている。知らねえよ。フランス行きの便に乗ろうとしたら、あいつらが現れていきなり襲ってきたんだ。追ってきたか。まだ逃げるのか。いや、ここで迎え撃つ。逃がさんぞ。あのお方に害なす愚か者ど、このモハメド・アブドゥルが焼き尽くしてくれる。あのお方だと。お前アブドゥルなのか、本当に。それとも。下がってろジジイ。何が起きてるのかさっぱりわからんが、今一つだけははっきりしている。奴らの殺気が本物ってことだけはな。ジョースターさん、ここは俺が行かせてもらうぜ。アブドゥルとイギーは俺のために死んだんだ。てめえらみてえな偽物はぶった切ってやる。てめえ、オープンだけい。できねえぞ、てめえ。戦える。
この炎と砂の感触は、ま、やれやれだぜ。てめえらきつい戦いさせやがって。さて、てめえらの正体を調べさせてもらおうか。ジジイ。うん。なんだ、こ。アバデル。光を発して消えおった。あいつらは本物だぜ、ジョースターさん。俺はどちらともやり合ったことがあるからわかる。ま、バカな、そんなはずは。いや、しかし。誰だ。さすがだな。あの二人を退けると。か、華経院。それにてめえは何を驚いている。アブドゥルたちと同じだよ。僕とこのンドゥールは。だからお前たちを始末する。カキホイ、お前もかよ。
下がれポルナレフ。今度はに華僑院とムンドゥールのコンビだと。オープンザゲーム。タッチョ。どうだ。もう距離スタンドコンビがこれほどまでとは。近寄っちまえば問題は何もねえぜ。